ちは、池田真子です。はい、今回はこちらの 3COINS の購入品を紹介していきます。今回はキッチングッズとあと収納グッズも買ったんで、ぜひ参考にしてください。はい、じゃあ早速紹介するんですけど、最近またキッチングッズがね、ちょっと新しいの増えてて気になったのがいくつかあったんで紹介します。まずこちらです。カトラリーのスプーンとフォークです。これそれぞれ S サイズになってて、値段が1個165円になります。なので2個買ったら300円商品になるっていうことですね。で、これのね、大きい方のサイズもあったんですけど、私はこのちっちゃい方にしました。いや、ゴールドのカトラリーは嬉しいと思って、で、大きい方も最初ちょっと買おうかなって思ったんですけど、なんかちょっとスプーンの形的になんか深さがあんまりなくて、ちょっと自分には使いにくいかなと思ってやめました。こっちにしました。めっちゃ綺麗なマットなゴールドです。シルバーはね、結構多いと思うんですけど、ゴールドでこんなプチプラ価格でってあんま少ないじゃないですか。だからもう、もしね、ゴールド系のものを探されてる方いたら、ぜひ今300均行ってください。で、次こちら、キッチンツールのトングです。ほら見てください、こんな感じでこのタグの部分、ここもちょっと麻紐になってたりとか、こういう部分までちょっとね、おしゃれになってます。いつもはね、あのプラスチックのね、よく100均とかでもある紐に普通の紙なんですけど、ちょっとこだわりが出てきましたね。かわいい。で、これはちょっとね、白っていうのが嬉しいなと思って買いました。で、ここは上の部分を下に刺して、じゃあここが開くようになってるんですよ。で、これで挟んで、なんか調理、炒め物したりとか、なんか掴むっていう時にシリコン素材になってるんで、これで掴んで、崩れにくく、お豆腐とかもいけそうですね、ピッて。で、使い終わったりとか、まあ、直しとくときはこう閉じて、さっきのところを引っ張る。じゃあロックがかかって、しっかり閉じたまま収納することができます。上もこんな感じでリングになってるんで、どうかかけとくとかいう収納もできるし、まあ、普通に置いてたりとかしてもいいし、よく見るとね、ここにちょっとくぼみがあって、こういうのも挟んだりするときに持ちやすくなってます。100均とかでもこういう感じのトングとかはいろいろ売ってるんですけど、これシリコンタイプで、もうちょっとこうしっかりしてて、ロックもかけれてっていうのが欲しいなっていう方は、300均とかにも行くとプチプラでね、便利なのが多いんで、一人暮らしされる方とかいろいろ揃えやすいと思います。はい、次こちら、木製カッティングボードです。まな板、これはなんかね、木のまな板をちょっと使ってみたいなって前から思ってて、で、木のまな板も結構しっかりしたものとかになっていくと、だんだんこう値段もね、めちゃくちゃ幅が広くて、でもうどうしようかなって思った時に、やっぱ木のまな板っておしゃれやけど、ちょっと衛生面的に管理が難しいみたいなのも聞いて、そんな時になんか試すのにいいかなと思って買いました。で、これはね、めちゃくちゃ軽いです。薄いしコンパクトやし、なんかもうちょっとこの上にクッキングペーパーみたいなの敷いて、なんかパンとかさ、なんかそういうのパッて置いたりとかしてもいいと思うし、普通にちょっとなんかフルーツとかちっちゃいものをちょこっと切るっていう時に使ったりとかもできそうで、で、それして、まあ、洗ったりとかして乾かすのとかも結構時間かかるじゃないですか。まあ、木の材質によってもちょっと変わるかもしれないんですけど、ちょっとそういうのをちょっとこれ試して、自分がめんどくさがるか、これやったらもう木いらんわってなるのかっていうのをやってみようかなと思って、実験で300円なんでね、試してみようと思って買いました。まあ、マナイトとして使うっていうよりは、ちょっとおしゃれになんか使いたい、気分的になんか使いたいっていう時にもいいですよね。それこそなんかインスタ映えの写真撮るのにも使えそうですし、サイズも確か他にもあったと思います。なんかちょっとだけここね、ロゴが入ってるんですけど、反対向けたらロゴもなしになるんで、ちょっとしばらく試してみます。で、次ね、また便利そうなの見つけたんですよ。こちら、汚れ防止まな板シートです。これ良くないですか。しかもね、枚数が50枚入りなんですよ。だから毎日使っても1ヶ月半ぐらい持つ、2ヶ月弱か持つってことになるんで、すごい良さそうだなと思って試しに買いました。で、これ使い方はもうそのまままな板の上に敷くだけです。で、使い終わったらもうその紙、上のシートを捨てればいいだけなんで、これめっちゃいいやと思って、で、一回試しに使ってみたんですよ、一枚。はい、柄はこんな感じです。で、表はちょっとね、サラサラというかマットな感じになってて、裏面がなんかツルツルした素材になってるんですよ。で、
で、なんかどっちで使うんやろと思って向きで、ここにね書いてるのを見たら、この英語の方が上やったんで、それで使ってみたんですけど、使い捨てで衛生的っていうのは嬉しいなって思いました。まな板の匂い移るとかも軽減できるんで、結構さ、お肉切る時とかなんかまな板の菌とかさ気になるじゃないですか。洗ってるけど実際じゃあどこまで取れてんやろうとか、じゃあ洗った後すぐにまたなんか別のもの切りたいとか、あとはこのまな板についた汚れが取れにくいものとか、なんかそういうのもあったりするんで、なんかそういう時に使うのにほんまに便利やと思って、なんかこういう商品は嬉しいなって思いました。でこの前試しにこれ使って胸肉を切ってみたんですよ。じゃあなんかね、やっぱりまな板と切ってそのままピッてこうちょっとずらしてまた切ってってすぐいけるんですけど、ちょっとだけそのまお肉やったからっていうのもあると思うんですけど、なんか髪にねへまりつくというか、ちょっとこうお肉とか切るっていうよりは、もう普通になんか野菜とかにした方がいいかなっていうのも思いました。でちょっと裏向けて切ったりとかもしたんですけど、やっぱり髪これ軽いんで、お肉切ってまたちょっとこう髪が浮いてきたりとか動いたりっていうのはあるんで、まあ、なんかテープで留めちゃうとか、まあ、その切りにくさよりもやっぱりまな板に移るのを避けたいっていう時にはいいなって思いました。はい、次で最後です。こちら PP 収納ボックス M です見えた。はい、これもまたね新しい収納ケースが出てて、結構 3COINS でも幅広いんですけど、収納グッズの今回はポリプロピレン素材のケースが出ました。でこれ蓋付きになってて、上はちょっとこう半透明の蓋なんですけど、こんな感じです。サイドに取っ手もついてて、このまま蓋閉めて積み重ねることもできるケースになってます。でサイズはこれより小さいものもありました。で蓋は結構こう柔らかくて、こうビヨーンってシリコンというか、ああいう感じっていうよりは同じように硬い素材になってて、このままはめて閉めるみたいな感じですね。しっかり閉まります。ほらひっくり返しても落ちないです。なんでだこういうケースとかもちょっと高い位置に入れたりとかしても、ここにね指引っ掛けて取りやすかったりとかもするし、なんか持ち運ぶってなってもこうやって両サイドで持てるようになってるのも便利です。若干この丸みがある感じもいいんですよね。なんか可愛らしいですよね。はい、ということで今回の購入品は以上になります。もし気になるアイテムがあった方はぜひ 3COINS 行ってみてください。そしてこの動画が良かったなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。 Twitter と Instagram もしてるんで、そちらもぜひフォローお願いします。では池田真子でした。バイバイ。